皆様こんばんは。自己愛性パーソナリティ障害 NPD は、他人を過度に利用し、自己中心的な態度を持つ人々に特徴があります。今回は、NPD に対する一番の特効薬として、無視とエビデンス集めの重要性について探求します。1. 無視の力。自己愛性パーソナリティ障害の人との関わりにおいて、無視は強力な武器となります。なぜなら、NPD の人々は注目を浴びることで存在感を感じ、その反対に無視されることで不安や焦りを感じることがあります。無視による注意の断絶。 NPD の人々は他者の注目を求める傾向があります。そのため、無視によって彼らの存在への関心を断絶することが、彼らの自己評価に影響を与える可能性があります。自己反映の阻止。無視によって他者からのフィードバックが得られなくなり、自己愛性の傾向が弱まる可能性があります。2. エビデンス集めの重要性。NPD の人々との関わりにおいては、感情や主観的な情報だけでなく、客観的なエビデンスの集めが重要です。事実に基づくコミュニケーション。 NPD の人々はしばしば主観的な解釈に基づいて行動します。エビデンスを用いたコミュニケーションは、客観的な事実に基づいて議論する手段となります。自己愛性の現実との対比。エビデンスを集めることで、自己愛性の人々が持つ自己評価と実際の行動とのギャップを示すことが可能です。3. 自己保護と健康な関係の築き方。NPD の人との関わりが困難である場合、自己保護として無視とエビデンス集めを活用することが重要です。また、健康な関係を築くためには、相手が変わる可能性が低いと認識し、自分の健康と幸福を優先することが大切です。自己愛性パーソナリティ障害に対する特効薬として、無視とエビデンス集めは強力な手段です。これらのアプローチを通じて、自分の健康と幸福を守り、より建設的な関係を築く一歩を踏み出しましょう。以上になります。もしよろしければ、チャンネル登録やグッドボタンなどしていただけると幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。